こんにちは、からまり TV です。今日も応援2進めていきたいと思います。前回たけし編が終了しまして、今日からはミカ編です。はい、やっぱミカも死んじゃうのかなって思いながらね。私たちは上から見て、はい、ヒロシ、たけし、タクロを終えたんだね。終えたんです。あとミカと先生、うん、と校長先生ですね。下にある拓郎にいつもついていってた美香ちゃんね。そう、拓郎言ってた子、この子のね、人となりが分かる。これではい、初めてだね、女主人公。そうですね。あ、もう早速拓郎、いきなりかよ、うん、まあそうよね。拓郎、もうヒロシも戻ってきてるんじゃない？みんなのところへ帰ろうよ。拓郎、もう歩くの早いよ。置いてかれたんだな、うん、あ、いきなりも歩くんだ。いきなり歩く系だ、うん、あ、じゃあ青鬼ミカ編いきなり始まりました。あ、なになになに、何かあるかと思ったけど何もないわね。初めての、うん、あれが出た。初めてのセリフ、初めてのセリフが出てね。あ、文字ばっか、何でも口に出して言う子かな、この子。もしかして、うん、文字ばっかに。あ、何か挟まってる。ハンカチーフ、ハンカチーフだ。汚いな。いけない、上行けないんだ。あ、ここから来たってこと、うん、まあいいや、下行こうよ。じゃあ分かりやすくていいね、ここだけだから。こっちは無理そう。え、机があるから。え、じゃあここ通れるんだ。あ、あ、え、なんて言った今、大江さん。分かった、うん。ああ、ちょっと何、行けた、行けた、何、たたたたたた、あ、登って落ちちゃったってことじゃない？ああ、そうなんだ。うごちょろしてたら、うん、早々に。あ、キラキラだ。よしよし、出てきた。ああ、出た出た、ネズミ。ありましたよね、前にも。いたいた、なんかネズミいたね。ネズミがなんか持ってってるみたいな。ああ、ここか。あったあった。あったね。ピロシ編か。うん、ピロシ編で出てきましたよね、これ。もっと奥どこまで行くの？あれ違うのかな、じゃ違う場所、これもしかして。同じに見えるけど違うのか。うーん、はっ、なに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 、イベントだイベント。あ、閉められた。ネズミじゃない、違う違う、なんかガチャンと閉められた。ほら、瓦礫だ。まただ、戻れない。あら、ピロシの時は全然なかったのに。確かに水出ないな。何でも喋るな、本当に。これ全部見せよう。あ、ちゃんと火がついた。火つくんだ。あー、なんかするんかな。なんかちょっと変わってんね、今回。なんか物を触ったら、うん、あ、ネズミちゃん。あー、あ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 、びっくりした。見て、なにこれ。いや、気持ち悪い。牙を持つ猫背の巨人に追いつかれてしまった。気持ち悪い。初めて見た、これ。初めてだ、これ。なにこれ。なんか下とか行けないの？あ、こっちか。あ、いけたいけた。じゃあここに、あ、ここだここだ。あ、ここだここだ。逃げ口が分かったね。だいたいここに逃げる。こうですね。よし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 、来た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 。いけるか。無理だ、無理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 。逃げろ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 。早くね、早くね、早っ早っ。ここも無理ってことかな。じゃあここへ、でも下行ってみよう。あ、そうか、下行ってみよう。鍵がかかってる。こっち行ったとしても鍵がかかってるから、やっぱあのロッカーだ。あー、ダメだ、やっぱこのロッカーに逃げるしかないんだ。マジで行くしかないもん。よしよし、あ、いけるいけるいける、大丈夫、落ち着いて。あ、ダメだ。いけるいけるいける。行きすぎるんだよ。あ、たたたた、見られたけど、だけどもだけど人間と追い込まれたらこうなる。来た来た来た。あー、怖い。炎に怖い。いや、怖い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 。見て見て、今の画面。あー、気持ち悪い。はいはい。お、ゲナちゃん。見ましょうか。あのネズミ、あ、そこ何かある。あ、落ちてる落ちてる。鍵、鍵が落ちてる。あー、冷蔵庫、冷凍庫、どこだ、冷凍庫か。ちなみにあの上穴開いてない？
どっちでもいい、うん、どうせ行けるとこは1個だろうし。はあ、はあ、なんかある、なんかある、開かない、釘が打ち付けられているようにバールだ。どれかだ。あ、ここだ。それだそれだ。近っ、冷凍庫近い、近い、ね、複雑じゃなくていい。寒っ、うん、あ、寒か、だから長くいたらやばいって、なんかそれなりにあるよね、セーブしなくていいんですか。あ、これ取ってからじゃ、あ、キラキラ、あ、釘だけ、うわー、続けるのか分かってるな。はい、来た。はぁ、どこだ、どこだ。え、どうしたらいいの、これ気持ち悪い。いけるいけるいける。何これ、気持ち悪い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 、凍ってる。あ、そっか、あんまり長くいたら凍って出られなくなるんだ。ああ、勝手に使った、アイテム開かなくていいみたいですね、時に、時々。あ、なんだこれ。あ、給食トラック搬入口の鍵、まあ、多分あそこのまたどっかだろうね。そうでしょうね、うん、セーブ、鍵を1個取ったってことだね、ここで、うん、だからこっちの方にもね、どっちかだろうね、まあ、近場かな、こっちかな、うん、あ、当たった、当たった近いな、全部。いいじゃんいいじゃん、まだでも下も行ってないからね。あ、なんかある。鍵だ、また。土鍋だ。土鍋？あ、火をつける。火をつける。っていうのは分かった。どうしよう。あー！どうしよう！いやー！そりゃ嫌だわな。あー、やっちゃった。早いんだな、やっぱり。早い、すごく早いです。あ、もうだって見られちゃった。違う違う、もう一個向こうにあるんで。ありました、あったあった、もう一個上、右右右右、ちょこなかったと思うんです。あ新鮮に驚いてくれてよかった。下行ってもらう。あ、無理か、うん、無理でした。ちょっとここはうまいな、それがいけないのかな。こうしてこうですか。ここだってがれきが、うん、いけるいける。ほお、ただ逃げたら奇跡的に行けたね。奇跡的に行けた。さあ、初めての謎、土鍋の使い方。チルルチチチチチチハンカチ洗ってみます。あ、いいよ、ハンカチをここで、ほこりかぶってるって。あ、じゃあちょっと土鍋を、土鍋火つけてみようかな。サンボクリックやらないの、チルリチッチッチ、使えないです。使えないんかい。水が出たんじゃなかったっけ。あー、でもあっちも水出たんですよね。でここで何を、土鍋、うん、あー、やっぱり場所による。奥の部屋だったらいいみたい。土鍋に水を張った、水の入った鍋。お、じゃあこれをコンロに持ってこう。煮出す、煮出す、単純に蒸発して終わるだけじゃない。いやー、そうかな。ここで土鍋、ほら水が入った、ほう、鍋に火をかけた。まあそりゃそうだね、うん、あ、ここにハンカチ入れよう、ハンカチ、ハンカチ入れよう。どうなるの、あ、使えない。やっぱりなんかいるんだよ、煮立った鍋が。あっつ、素手じゃ持てないわね。あ、こっち側ちょっと見てみよう。あの青鬼が出てきたから奥見てないんですよ、ここ。あ、落ちてる落ちてる、ほら青鬼がいたところに。そうそうそう、新聞紙、新聞紙で土鍋持つ。あ、そういうこと、うん、新聞紙、土鍋を拾った場所にあったからね、もしかしたら新聞紙が必要なのかもしれない。あ、新聞紙を鍋の取っ手に巻いた。よし、これで持てる。お湯の入った鍋を手に入れた。さあ、湯をかけるんだな、これ。冷凍庫で湯に湯かける。冷凍庫行ってみます。うん、なんかかけれそうなものない。なんかキラキラも落ちてませんしね。
あ、鍋が冷たくなっちゃった。あ、またまた。それか他の場所で使うとこ一回探しに行ってみる。そうですね。あれ、危ない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 、賢い賢い、危ない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 、来んなよ、来んなよ、来ないでよ、来ないで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 。でもなんだろうな、謎が。かかった。うわ、今度はどしどしやってくるバージョンなんだね。アグレッシブ。おお、この中に何かあるんだろう、やっぱり。あ、冷たくなっちゃった。なんか落ちてるわけでもないし。あ、ここにかけるんだ。あ、扉がこう。あ、そういうことか。はいはいはい、よっしゃー、コンタドーにネットをかけた。動画が空になったみたい。ありがとうございます。今までこんなこと、ピロシ編は楽だったな。おお、あれ来たよ。お、不穏な音、不穏な音来たよ。不穏だ。こっち行きますね。うん、いいよ。はっはっは、ダメだ、これ絶対ダメなやつだ。足跡があるやつ危ない。足跡があって、だってね、うわー、あー、たけしだ、たけしだ、たけし。ああ、ひ、ミカ、ひじゃないよ。ミカ無事だったんだな、よかった。さっきヒロシもここに来たぜ。ああ、もう直前に会ってたんだ。なるほど。もしかしてみんなバラバラになっちゃったの。ああ、ミカたちが部屋を出た後すぐだ。青い化け物がガタガタ。やっぱりあいつに託ろう。大丈夫かな。ヒロシは今出口を探してくれてるぜ。ん？お、おい、待てよ。それでなんで拓郎は一緒じゃないんだ。拓郎はもしかしたらすでに。そんな嘘だろ、嘘だ。はあ、分からないけど冷静だが、はぐれてだいぶ時間が経つの。うう、俺には無理だ。俺はまだここにいる。あ、また震え出した。いけない、いけないか。鍵がかかってる。たけし、しっかりね。たけし、しっかりしなさい。強しかあれ。あ、ありましたね、そのアニメ。あったあった。あー、ほら、いるよ。いけるいけるいける、大丈夫。あ、無敵ゾーンだ。無敵ゾーンだ。イベントゾーンは無敵ゾーンだ。なるほど、ここはもうね、もう決まった。なんかあったらここに戻ってきたらいいんだよ。また出てくるのかな。これね、絶対ダメなんだよ、ここは。足跡なんだろう。あそこから出てきた。はぁ、なに、入っちゃった。入れると思わなかった。なんか見か、あ、あー、銅像がある。やだ、こんなところに銅像。これある、ほらほらほら、石像、石像。あ、石像か。あ、あ、そこの階段上がれないんだ。うん、埋まってますね。下も行けないから、あの扉入るしかないね。そうです。あ、でも暗号だ、ここ。鍵がかかってる。出た、来た来た。開かない。数字を入れられるみたいだけど、今は分からないか。おお、0714。なわけないか。なんで、どこ書いてた。はい、ここ7対14。7どこ。ここです、ここ。いや、やめとこう、そんなわけがない。これ私たちどこから来たっけ。こっから。あ、こっからか。あそこの穴もいけるよね、一応。穴はね、結構いけるとこある。ずらせないんですよ。ダメなのか。そう、いけないんです。あ、じゃあ上だ。いきますよね。あー、ここあった。ピロシかなんかの時にあったよね、ピロシ編で。うん、壊れてるみたいっていうだけで何も教えてくれないな。はっ、この部屋あった。なになに、この部屋は。あったあった。あ、ないか。うわ、開けるんだ。これも開けるんだ。じゃあ0714で入れてみる一回。そうですね、もう何もないから、そうするしかないですよね。0714。え、え、え、あ、間違えたから出てきちゃったんだ。はあ、ハンカチ。ハンカチを手に巻きついて壁を思いっきり殴ったとかあったら面白いね。斧を手に入れた。あんじゃん、あんじゃん。拾った、ここで。ぶっ壊してみようよ、このやつは。マジっすか。なんで穏便に済ませようとしてんの。わ、こんな物騒なものが。でも何かに使えるかもしれないわね。あ、まだ奥に何か挟まっている。
タクロの生徒手帳思い出、タクロの生徒手帳自分で加工して鍵つけたんだっけ。自分のことは全然話せないタイプだったな。死んだことになってる。あれ手帳から何か落ちた。あ、またまたネズミちゃんが取る。チューしまった。待て、どこ行った。この中、ひびの中行きました。終わるしかないもんね。じゃあ拓郎の過去とかが分かるんじゃない。それによってなんであいつがなったのかが分かるとかさ。あ、青鬼に、青鬼になんか謎が分かる。子孫、子孫これ、じゃあ使うよ。ひび、はい、の入った壁に斧を振り下ろした。ガーン、おほ、よし、行こう行こう。どこにいるの、タケロ。簡単だよな、この女。ネズミめ、返して。チューチュー、絶対鬼いるよ。あ、いた。どこどこどこ。ここにネズミがいるけど全然追い込めない。ちょっとやってみようか。フライ応援さんお願いします。なんかあるはず絶対。壁にこれ穴開いてる、ひび入ってる。これこれ、あっはっ、ひびの入った壁を押す、ね、何もしない。おお、これで塞ぐんだ。あ、塞ぐんだ。ああ、すごいな、こんなことになってるんだ。大丈夫です、小林さん。何こいつ、意外とあれだね、鬱陶しいね。おー、行こんだ。もうこれで無理だぜ、おめえ。やったー、取ったとか。やっとネズミを手に入れた。いらない。ちょっと可愛い。うん、青鬼よりも可愛く描けてる。やっぱり手帳の鍵ね。あー、ネズミを手に入れたんだ。よし、じゃあちょっと手帳の鍵使ってみますか。そうですね、アイテムで桜の秘密をね、秘密をちょっと使いましょうよ。はい、手帳を開ける。何か挟まってるみたい。あれ桜の秘密じゃないのかな。あ、まだみんなの写真、なんか下になんか意味深な、なんかね、ぐしゃぐしゃぐしゃってマーカーみたいな潰してるね。もう一個の日々潰してみる。そうですね。あ、もうないのかな、かあのあれは斧、斧もうなかった、まだある。あ、確かに斧持ってます、まだないない。 Nothing。 はず、はる、ネズミを入れてみよう。お願い。お、いったいった。お、隙間にチュー。消せる消せる、エタノールで。ひびの前でネズミを出したらエタノールがゲットできて、それでアルコールで塗ると。はいはい、これで写真、写真。いや、ややこしいな。アイテム開きまくり。これでも全部使えたね、これ。あ、写真を拭く。あ、8897、これだ。なんだよ、もしかして拓郎が鍵かけたってこと、あそこ。よし、じゃあ今から8897入れに行きましょう。行きましょうか。え、ジャックやるじゃないですか。くそまさかあんなとこに出るとは思わなかった。あれ、あ、何今の気持ち悪いの。じゃあ入れますよ。8897、ゴー。よーし、鍵開きましたよ。じゃあこの扉の奥に行ってみましょう。